さあ、5月6日木曜日ですね。じゃあ何しよっかな。前回ね、りょうたくんの好みのファッションでしたっけ？そうだな、何買ったんだ？なんか買わされましたよね。キャッチセールスじゃないんだから。なんか買いましたよね。りょうたくんにこれいいんじゃないっつって。あれ？なくない？ちょっと待って、あれ？ないじゃん。店員さん入れ忘れてんじゃない？あれ？なんか買ったような気がしたんですけれども。あ、買った手なのかな？うん。それはそれみたいな。そういうことなんでしょうか。服じゃなかったのかな？まあいいでしょう。ですね、まあそのりょうたくんの好みのファッションがロックバンドみたいなお店だったので、まあいかんせん服を買いたいんでバイトしてみましょうか。じゃあバイトなんですが、ちょっと待って、新着メッセージ届いてるな。全然読んでないですよね僕ね。ほらショップ情報、なんだこれ。友達登録ありがとうございます。羽ばたき市ショップ情報をお届けしている羽ばたきショップクラブです。わかりやすい。期間限定で発売されるシーズンアイテムについて情報を届け、今後の配信を楽しみに。情報だった。普通の。羽ばちゃ増刊号。はじめまして。羽ばたき市の皆さん、はじめまして。今日から羽ばたきウォッチャー編集部で街の情報と、今を輝く素敵な人たちを紹介するこのコーナーを担当します新人の私ですが、これ僕のことじゃない？僕って？違う。僕じゃない。また間違えた。おこしのことじゃない？これ。編集部の特別アドバイザー、ゴーロー先生の期待に応えられるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。僕の挨拶でした。また僕って言った。もう僕っ子でいっか。乙女の鬼は。こんにちは、マリー。あ、私のことね。はい。花椿みちるです。突然驚かせちゃったかな。ヒカルがね、マリーともっとお話したいってチャットグループを作ったの。メンバーマリーと私とヒカルの3人だけだよ。はい、マリーヒカルだよ。ここでなら学校で内緒の話する以上に堂々とやり取りできるでしょ。だからこっちでもいっぱいおしゃべりしようねって言って、全然返信して既読もしてなかった。ごめんね。アルバイト情報はガソリンスタンドのスタッフか。そうなんですよね。今、ガソスタのスタッフの募集しかないんですよね。出てないんですよね。あ、でも記者活動って確かバイトなんですよね。ハバチャでしたっけ？あ、そっちの方がいいかな。まあ、知り合い、まあ、友達、知り合いって言っちゃった。友達のお父さんに雇われてた方が安心かな。バイト代出るのかな、ちゃんと。まあ、ちょっとやってみましょうか。記者活動してみましょうか。ね。情報も、あ、こういう感じ？なんだ。あ、五郎先生からメッセージだ。森林公園の一角に新スポットが誕生したらしいわ。ぜひ記事にしてみてちょうだいか。わって、もう、なんだろう、メールも、その、ね、口調が女性っぽいですね。五郎先生は。よし、ハバチャ新人編集部員として早速取材に行こう。森林公園へレッツラゴー。さてと、五郎先生の言っていた新スポットはどこにあるのかな。新スポットか。わあ、綺麗な泉。ここが森林公園の新スポット、ホタルの住処だ。早速来たわね。おお、この声は。もうわかりますよ。はてなはてなって。ミスターゴロ、ほら、しゃくれ、あご割れ、内カール。あ、ゴロ先生、すみません。もうだって個性が美しい場所でしょ。ごめんね、かぶっちゃって、待って。水路を引き直したおかげで、夏場にはたくさんのホタルも見られるらしい。あ、だからホタルの住処なんですね。個性の塊先生。ホタル素敵ですね。それだけじゃないの。このホタルの住処には、秘められた不思議なパワーが宿っているのよ。秘められた不思議なパワー？何？パワースポットなの？不思議なパワー。そう。ホタルたちが光を放つ時刻に、思いを寄せる人と一緒にあの東屋に行くと。東屋に行くと、あの三角形のね。あら、びっくり。
相手の知られざる心の声が聞こえちゃうんですって。何それ怖っ。怪奇現象じゃん。パワーじゃないですよそんなの。悟られみたいな。すごい。本当ですか。興味津々のお越し。信じるか信じないかはあなた次第。都市伝説じゃねえか五郎。さあ、あなたらしさの詰まった記事を楽しみにしているわ。それじゃアデュー。ああ、ヒントをくれたのかな。新人スタッフだからなんか情報があれば書きやすいですよね。新スポットホタルの住処か早速書いて記事にしようと。あ、五郎先生優しいな。ずっと待ってたのかな。なんか新人スタッフにね選ばれて僕全然何もしなかったからな。ふう、できた。まあこんなもんだよね。それじゃあ送信。五郎先生に。うん、どうした。なんかブーンってた今。ハバチャ新人編集部員となって初めての記事が配信され記者レベルが1になった。レベルアップ。お越しが。あ、五郎先生からメッセージだ。今日は記念すべき記者デビューの日ね。その調子で記事をガンガン書いて記者レベルを上げてちょうだいか。ハートマークですね。よし、たくさん記事を書いて一人前の記者になれるように頑張るぞと言ってますね。あ、すいません、バイト代はまだなの？ん？あ、リッチ上がってないですよね。お、マジか？バイト代出ないの？嘘だろ？そんなことあんの？え？うわぁ、捕まされたなぁ。あ、メッセージ届いてる。ちょっと見てみますか。増刊号。あー、これね、僕が書いたやつ。今日は森林公園の新スポットホタルの住処をご紹介します。小さな泉とその中心にある吾妻屋が整備されついに一般公開されました。水路を新しく引き直したことにより夏場の夕暮れ時にはたくさんのホタルが見られるそうです。そこでは一緒に訪れた人の心の声が聞けるという噂も都市伝説。ホタルの飛び交う時刻に気になる人と行ってみたくなりますね。行かない方がいいこともあるね、聞きたくない声が聞かれちゃうかもしれません。自己責任でよろしくお願いします。日曜日だっという間に。何をしよう。さて、一回日記もつけましたね。五郎先生からお金はいつ振り込まれるんでしょうか。ちょっと聞いてみるか、その子供たちに。あ、でも気まずいか。ね、さすがにね、親の、なんだろうな、未払い金、未払い金って言われな、言い方あれだけど、それを子供には聞けんぞ。気まずいしね。友達できたばっかりなのに。まあ、とりあえず、クラブ入ってなかったですよね。クラブに入って気を紛らわせるか。そうしよう。入部するクラブを選ぶ。いろいろあるな。1,2,3,4,5,6,7,8。ちょっと見ていきましょうか。これ生徒会執行部、生徒会員ですね。手芸部、猫ちゃんが可愛らしい。吹奏楽部、ああ、みんなの憧れみたいなとこあるな。女子柔道部なんてあるの？すごいな。やわらちゃん。野球部はマネージャーですね。陸上部もマネージャー。あと演芸部。あれ？三影先生でしたっけ？かなんかが、かなんかがあって先生のこと言う。演芸部の顧問だったとかなんとかって言ってましたよね。新体操部。ああ、こういうのもあるんですね。新体操。美しく、華麗に。なんだろうな、どれにしようかな。僕運動部だったんですよ、学生の頃ね。サッカーやってて。だからちょっと真逆のところ行ってみますか。そうなるとこの3つですね。生徒会、手芸、演芸。手芸部って何やるんだ。とりあえず仮勤務できないかな。ちょっと合わないんです。でも言いづらいな。
まあ、えいままよって感じかな。生徒会はちょっと規則正しく健やかにっていうモットーですよね。手芸園芸迷うな、すごい迷う、ごめんなさい、迷う。こういうのどれにしようか。手芸部ちょっと気になりますね。行ってみようか、とりあえず入ってみましょうか。猫ちゃんが可愛らしいから手芸部に行きました。このクラブに決めちゃおうかな。手芸部に入ろう。もう少し考えようかな。これ本当仮入部できないの？仮入部パターンなし、いきなり本入部。まあいいか、青春一直線。よし、手芸部に入ろう、勢いで。より良いクラブ活動ができるよう頑張りましょうね。誰だ？はい、よろしくお願いします。どちら様、今の可憐な声は。よし、頑張るぞ。ん？あ、手芸部の活動するが増えましたね。あ、こういうことなんだ。なるほどね。いきなり行ってみましょうか、手芸部の活動。とりあえず予定はないですよね。予定は入っていませんよね。三影先生の誕生日がチラチラ映ってるけれども入っていません。これ何なんだこれ。あ、体育祭があるんだ。なるほど。体育祭か。ちょっと全然運動してないな、そういえば。いや、手芸部入ったばっかりなんだけどサボっちゃう。運動する？どうする？とりあえず1回体育祭まで1ヶ月か。筋肉が出来上がるのは1ヶ月。まだ平気か、若いから。とりあえず手芸部の活動してみましょう。ビンゴーンって上がった。なんだ、どうした？あ、みちるさんだ。みちるさん、ちょっとニックネームで呼んであげましょう。ちょっとニックネームこれか。はい、みちるって呼んでって言ってましたよね。じゃあみちる、一緒に帰ろう、喫茶店に寄ろう。一人で帰る。一緒に帰ろうって、この間ヒカルさんにはね、断られたんですよね。ちょっと一緒に帰らない？マリー、今帰り？あ、そうグッドタイミング。もしかしてよかったら一緒に帰らない？今日は予定があるの、ごめんね。今帰りって聞いといて。いいじゃん、予定までちょっと一緒に帰ろうよ。途中までその予定までなんならついてくよ。ダメか、仕方ない、一人で帰ろうと。誰も一緒に帰ってくれんな。あ、クラブ活動してますね。これ項目を選んでしまうと1週間そればっかりになるんですね。なるほど。どうした？さて、そろそろ帰ろうかな。また下校の時間だ。あれ、あそこにいるの風間くんだよね。せっかくだしおしゃべりして帰ろうかなって言ってますね。あ、そういえば涼太くんに最近会ってないな。はい、サイ何？三点リーダーね。どうした、夕暮れで二人でいると時間経つの早いよな。いや、もうそれ半分こくってない？涼太くん、俺たちだけ周りから取り残された感じ。じゃあこくってるでしょ、もう。ふふ、そうかもね。イエスって言ってるよ、おこしも。悪くはないよな、俺たちの時間だけゆっくり流れて、周りはいつも通りせわしい。あ、せわしいっていうもの、あれ忙しいじゃなくて。勉強になったな、さすが風間亮太、天才か。ん？でもどうなんだ。まあ、どうした、一人でどうした、天才がゆえ。え、だってさ、俺たちの体感では1時間しか会ってないのに、周りからは何時間も何してたんだって思われる。どういうことだ、ちょっとちんぷんかんぷんなこと言い出したぞ。相対性理論みたいなこと。それって得か。ああ、損得のこと、損得感情。よくわからんこと言い出したな。あ、ほら一緒だよ、小島、僕も、一緒俺もよくわかんなくなってきたって。ごめん、テキスト、ごめん、テキスト読もうと思ったらよくかぶっちゃった、ごめんなさい。なんだ、夢中になりすぎてる、涼太くんに。でもさ、
夕焼けの時間はみんなに平等だから、ここにいれば損も得もなさそうかな。いやー、丸く収めますね旦那。もうちょっと日が傾くまでぼーっとしてようぜ。そうね、ゆっくりしましょうよね。まったりゆっくりするのお好き。ふふ、うんって言ってますね。いやー、旗から見るのもうカップルでしょ。僕がこの二人見かけたらもう、おい青春しやがってやさぐれてやるぜって言っちゃいますよ。うん、つい。そう見えるけどな、もうな、違うんだよな、わからんな今の子は。日記をつけよう。さてと、日記もつけました。あ、クラブ、あ、やめるってのもあるんだ。いや、入ってすぐやめんの？それはないでしょうよ。5月16日日曜日、なんかないかな。暇ですよね。スマホで情報チェック、これ見てみますか。羽ばたきニュース、あれ未読ですね。何これ。掘り出し物を探しにフリマへ行こう。詳細、大好評の大規模フリマイベントが今期も開催決定。服はもちろんアクセサリーの出品も予定されている。そう、中には掘り出し物が見つかることも。月末の日曜日は公園通りへ行こう。こんなのあるんですね。5月30日か。え、行っちゃう？これ5月30日でしょ。今5月16日、2週間後デートしちゃう？じゃあ、あの王子様と。その前に商店街に新しいお店、ファッション大冒険、大冒険が仲間入り。トレンドを抑えた T シャツなど、一着は欲しいカジュアルアイテムばかり。水着や浴衣の取り扱いもあるので、シーズン前に立ち寄ってみては。シーズン前にでいいのかな。ごめんなさい、漢字が読めなかったな。多分前にで合ってると思う。いや、合っててくれ、頼む、お願い。つい祈ってしまった。さあ、なるほどね、新しいファッションのお店がオープンしましたよってことね。で、これなんだ、映画公演、あー、駅伝ボーイズ。なるほどね、万年最下位のとかありますけれど、まあ、こういうなんていうんですかね、細かい細かいね、なんていうのか、設定があるんですね。いやー、なんだろうな、よりリアリティが増しますよ、ちょっと。うん、なんとなくこういう細かい設定をがあると。イベント公演、人参でいいのかな。パンチ、キック、ルール無用のファイト、すごいな。もはや技術論などで表現できない人間の本能というべき戦いがとありますけど、総合格闘大会、こんなのもあるんですね。へえ。12星座占い、今週勉強ダメ、行楽、これは普通でいいのかな。下にゲージがありますね。健康普通、恋愛がにっこり。あれ、これなんか関係あんのかな。今週は勉強してもダメよとか、今週は恋愛すると超うまくいくよとかってあるのかな。あー、これありそうだな。あ、こういうの見ながら、じゃあちょっとスケジュールを抑えたりとか、今週何やろうかなって考えなきゃいけないのかもしれないですね。早速実践してみましょうか。今週は何がいいの？恋愛？恋愛ってもう遅くない？デートできんの？デート再来週になっちゃうけど、するとしたならば。恋愛？もう遅くない？手遅れじゃん。どうしましょうかね、日曜日。そうだな、デートの約束する。じゃあとりあえず5月30日にフリマがあるって言ってたんで、フリマ行ってみるかな。ちょっと電話かけちゃおう。まあ、すごいな、電話かけますかとかってないの？いきなりなんだ、一発勝負なんだ。もしもし、
もしもし。僕です。はい。あ、風間くん、今ちょっといい？なんかあったか？まあ、なんかっていうか、まあ、そう、うん。またそうなんだ。デートなんだ。あのね。ほらほら、フリーマーケット。ありますね。2週間後になりますよね。行かないかい？どこでやってるって言いましたっけ？公園つってましたよね。フリーマーケット、これ。5月30日のフリーマーケットに行かない？行かないかな。了解。あ、ありがとうございます。ほーんと、この本は。じゃあ5月30日に公園入り口で待ってるね。楽しみだな。うん、こちらこそ。誘っちゃったなぁ。やった、早く5月30日来ないかなって言ってますね。慌てるな、こっち。さあ、ではですね、30日に、こぎつけましたね。約束を。それまでちょっと、何すっかなぁ。せっかく部活に入ったんですから、クラブ活動しましょうか。ね。幽霊部員にはなりたくないな。させたくない、幽霊部員に。今週はじゃあクラブ活動頑張るか。ダメだ、失敗してる。あれ運が悪いのか。クラブ活動今週ダメ。ああ、占い見るの忘れたな。さて、そろそろ帰ろうかな。あれ、あそこにいるの風間くんだよね。せっかくだしおしゃべりして帰ろうかなって言ってますね。あ、そうね。5月30日の予定ちょっと組んじゃいましょうよ。組んじゃおうっていうか、楽しみだなみたいな話してもいいんじゃない？時間を忘れる。いい季節だよな。うん、そうね。うん、気持ちいいよね。風間くんも春は好き？あ、好きだよ。釣りをしてても気持ちいい。あれ、釣り好きなんだ。へえ、それはちょっとメモっとくべき情報なんじゃない？この季節は山や川かな。ああ、山や川か。ちょっと待って、デートスポットあるぞ。海は夏？釣りじゃないけど、俺にとって海は冬。え？海は冬？冬の荒波が運んでくるお宝を探しに行くんだ。海賊なの？本当に風間くんは宝物。また植物的なこと考えたな。植物的はちょっと今一ピンとこないんで、意味教えてください。前に行ったことなかったか？小さい頃おじいちゃんと変わった形の流木を探して宝物にしてたって。あ、いや、それは知らなかったな。お宝に詳しいってのは知ってましたけど。へえ、楽しそうだね。流木探しに興味があるなら、次の夏は海水浴じゃなくて流木探しに誘うよ。あー、海水浴はそんなになんですね。そっちより流木探しが、ご所望。あ、これも覚えておきましょうね、ちょっとね。ふふ、はーい。うわー、もうデートじゃん。もう下校デートだ、下校デート。今週はうまくいかなかったな。やっぱそうか、ダメだったのかな。青春するのはわかるけど、無理はしちゃダメね。どうしました、みちるさん。はあ、何、怒られた？普通に何どういうこと。シンプルに怒られたぞ。なんで怒られたんだ。やっぱ違ったのかな、こういう。つまりスマホの情報で十二星座占いで、今週は勉強ダメ、行楽は OK、 健康は普通、恋愛はにっこりみたいな。これを見ながらスケジュールって言いましたけど、いや、わからんな。いや、いまいちまだつかめてないんですよね、これがね。何をやるべきかがまだわからんな。まあ、でも占いばっかり気にしててもしょうがないっすよね。占いは、まあ、なんていうんですかね。タイミングがあればやっ
て、あとはもう本当青春なんですからね。好きなことを好きなだけやりましょうっていう感じでいいんじゃないかな、と言いつつ日記を書こう。